次はですね、今の新幹線の新神戸駅来てるんですけどもね、どうもあの辺にですね、北新急行って書いたマンホールがあるらしいので、それを探索に行きます。えいえいおー、新神戸駅、新幹線の新神戸駅ですよ。しゃけど、まあとにもかくにも暑いよ。この目の前はね、ANA クランプラザホテルですね。北新急行のマンホール、あ、でもここの駐車場じゃないな。この下ですね。この下にも駐車場があるので、あの駐車場かな。え、どこありますマンホール。ああ、そこにマンホールありますね。ということで今から突入します。いやまあ当たり前っつったら当たり前なんですけどね。地下鉄北新線になっております。いやいや、なかなか切ない。まあ、そらそうですわね。変わってるんやから。ということで今、新神戸駅、下に降りたいと思います。え、変わってんの？あ、あそこも変わってるわ。地下鉄北新線に。え、この足元の変わってます？あ、ほんまや、地下鉄北新線になってるわ。マジか。いやまあそれ当たり前なんやけど、あそこも変わってるわ、あここも変わってるわ、もう中にそうですよね、駐車場はそこでしたっけね。ということで行きましょう。ちょっと一瞬あの涙が出そうになりました。なるほどな。この間来た時に引っ越してて、ああしてと思ったら、なるほど、じゃあもうあらかじめ変えてて上から貼ってた状態なんですね。え、駐車場でこれ人入ってもええんやったっけ。大丈夫です、足だから。あ、ほんまですね、入れるとこありますね。これでも平日やからか知らないですけど、駐車場は空いてますね。こっからなんですね。ちょっとお邪魔します。何をしに来たかというと、ただ単にマンホールを見に来ただけなんですよ。遅い。あ、これやん。じゃあ北新急行電鉄とは書いてないけどね。すごいね。場所で行くとこう ANA クランプラザホテルがあって、新神戸駅があって、この駐車場の中央付近に北新急行というマンホールございました。いやー、ここまで来るのは大変でしたけど、なかなか見るとね、感動も。北新急行なんて書いてるのこの下、英語は。北新急行、こちらね、国西ファウンダリーコーポレーション、なんやろ、ようわからへんけど、歴史的背景とかね、なぜこういうのがあるのかよく。あ、ここにもあるじゃないですか、人の車の足元ですけど。え、もしかしたら他にもあるんかな。え、あっちも。え、何個かあんねや。あ、これは違うね。なるほど、あっちは。これもやん、北新急行。いえ、マジか。ということで北新急行の思い出はここにもありますんで、はい、皆さんあの中入るときは気をつけてくださいね、車がありますんでね。